日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらローソンのキムチチゲ、鶏肉ガーリックトマト煮、そしてふわもち抹茶ナッツ入りを食べたいと思います。なんか一見すると脈絡のない商品チョイスのように思えるかもしれませんが、まあ理由はあるんですよね。というのも、なんか今度の1月の7日だったかなにスプラトゥーン3の新しいフェスが開催されるんですが、その時のテーマがなんかどの味が好き、辛い、酸っぱい、甘いなんですよね。なので自分は当然スイーツのレビューとかよくやってるので甘いチームで参加するのですが、せっかくなのでそうフェス前に3種類の食べ物食べて、どの味が一番自分に合ってるか改めて検証してみようと思います。もちろんこれらの商品だけですけどね。これ今目の前にある3品を食べたからといって自分の味覚が急激に変わることがあるとは考えにくいです。あと鶏肉のガーリックトマト煮は甘いではなく、じゃあ酸っぱいではなく甘酸っぱいではと思われるかもしれませんが、酸っぱい食べ物って改めて探すとなかなかないんですよね。なんか梅干しだけ食べるっていうのもなんか違う気がするし、というわけで今回はこちらの3品を用意しました。それではチャンネル登録よろしくお願いします。早速鶏肉のチキンのガーリックトマト煮から食べていきたいと思います。トマト煮ですが、じゃがいもも入ってますね。結構ゴロゴロ大きめの具材で美味しそうです。ではいただきます。やっぱりローソンではあなたはあの味が一番なのかしらね。確かにあの味も美味しくはあったんですけど、今回食べたローソンの3品から言うと一番好みだったのはと、やっぱりこれかなと思います。で、ガーリック煮込みはただ甘酸っぱいだけじゃなくニンニクが入っていることでコクも加わっていますね。キムチチゲは結構ピリピリとした刺激がきますし、ふんわり抹茶はただ甘いだけじゃない、どこか深みのある濃厚な抹茶の香りがほんのりきます。だけどそれらを踏まえた上で一番美味しいのがどれか、それはこの後すぐに紹介しますね。それではごちそうさまでした。最初に食べた鶏肉のガーリックトマト煮はトマトの甘酸っぱさもありました。結構ガーリックが入ってることもあったが、コクの方が強かったですね。味に深みがあってお肉も 大きめ、しっかりと食べ応えがあって美味しかったです。続いてキムチチゲは結構ピリピリとした香辛料の刺激がきて、いい感じに食欲を誘ってくれましたね。ただ辛いのが苦手な場合はちょっと避けた方がいいかもしれません。で最後に食べたこちらのふわもち抹茶ナッツ入りはなんかもっちりとした生地の中でほのかに香る抹茶の香りがただの甘いだけではない美味しさを出してくれました。ですが今回食べた中だとちょっと甘すぎよりもこちらの酸っぱいに該当する鶏肉のガーリックトマト煮が一番味に深みがあって美味しく感じたので、今回はこの鶏肉のガーリックトマト煮、つまり酸っぱいを代表として5点とさせていただきます。ですがフェスはもちろん甘いチームで勝利狙いますよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、おそらくフェスの動画も上げますのでそれも見ていただけますと嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録コメント高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。